ペトロバラディンは、セルビア、ボイボリナ地一州の州都であるノビサド市の一地区である。ペトロバラディン要塞を取り巻くように、ドナウ川の右岸に位置しており、ドナウサ岸に広がるノビサド市街地の主要部とは、橋で結ばれている。要塞のすぐ下にある、ポドグラジェトブルジャベ地区の町並みローマ帝国が、ケルト人の部族、スコルディスキを征服した後、この地に空う住むという要塞を築いた。 この要塞の場所に後に、ペトロ・バラディン要塞が築かれた。町の名前は、ビサンティン帝国が、聖ペトルにちなんで、ペトリコンと名付けたことに由来している。1237年の文献で、町は初めてペトロ・バラディンの名で記されている。ペトロ・バラディンは、ハンガリー統治時代は、ペーテル・バーラドの名で、オスマン帝国統治下では、バラディンの名で、ハプスブルク家統治下では、 ベーターバルダインの名で呼ばれてきた。現在、セルビア語での故障は、ペトロバラディン、ハンガリー語での故障は、ベーテルバーラドとなっている。セルビア正教会の聖パブレ聖堂この地に人が住んでいた最古の形跡は、紀元前4500年頃の石器時代にまで遡ることができる。この地は、紀元前4世紀頃に、ケルト人に征服され、 紀元前一世紀に古代ローマに征服された。ケルト人はこの地に最初の要塞を築き、ローマ時代の一世紀にはクスムと呼ばれるより大きな要塞が築かれ、パンノニア属州の一部となった。5世紀に粉族の侵入によりクスムは破壊された。5世紀末には東ローマ帝国によって再征服され、クスムあるいはペトリコンの名で呼ばれるようになった。その後、 東豪都王国、ゲピド族、アバール、フランク人、ブルガリア人の侵入を経て、再びビザンティンの手に落ちた。その後12世紀には、ハンガリー王国、1526年に、オスマン帝国、1687年に、ハプスブルク君主国の支配下となる。オスマン帝国統治下では、ペトロバラディンには200世帯が住んでおり、3つのモスクがあった。町には、 キリスト教徒地区もあり、セルビア人が35世帯住んでいた。18世紀にオード戦争が起こると、ペトロバラディンは1716年8月5日に、プリンツ・オイゲンがオスマン帝国の軍を打ち破ったペーター・バルダインの戦いの主戦場となった。オイゲンは翌1717 17年にオスマン帝国をベオグラードでも打ち破り、オスマン帝国は ポジャレバツで和平を求めて交渉の席につきパッサロビッツ条約が結ばれた。ハプスブルク家統治下ではペトロバラディンは軍政国境地帯の一部に組み込まれた。1848年から1849年にかけて町は新設された自治州セルビア・ボイボディナの一部となったが、1849年には再び軍政国境地帯の一部へと戻された。 1881年に軍政国境地帯が廃止されて以降は町はオーストリア・ハンガリー帝国の自治領法であるクロアチア・スラボニア王国の一部となった。1918年新たに誕生したセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国の一部となった。1918年から1936年までユーゴスラビア王国空軍の基地がペトロバラディンに 置かれた。王国が国語をユーゴスラビア王国に改めた1929年から1944年まで町はドナウ州の一部となった。第二次世界大戦中の1944年町はス軸ジク国に占領されファシスト勢力によるクロアチア独立国の一部とされた。終戦後ユーゴスラビア連邦人民共和国を構成するセルビアの一部として ボイボディナ自治州が設置され、2006年に、セルビアが、独立国となってからも、同国の自治州ボイボディナに属している。ノビサドペトロバラディンブディサバカチチネーキサチュルメンカ、ベテルニクフトグベゲチュスティパノビチェボスレムスカカメニツァ、ブコバツレディンチスタリレディンチコビリノビサドシ、ノビサドク、ペトロバラディンク、ペトロバラディンは、セルビアボイボディナ自治州の州と、 ノびサド市を構成する二つの自治体の一つである。ノびサド市全体のおよそ3割ほどがペトロバラディン自治体に属しており、区の面積はおよそ100から130平方キロメートルである。区の面積のうち3割ほどはノびサド市街地の一部を成しており、残りは郊外地区となっている。市街地以外の大部分はフルシュカゴーラ国立公園に含まれる。ペトロバラディン区は、 ドナウ川の右岸、標高78メートルから220メートルにわたる、地類山地、フルシュカゴーラの北斜面に位置している。フルシュカゴーラの北側では大規模な地滑りによる地形が形成されているが、スレムスカカメニツァとペトロバラディン要塞の中ほどに位置するリブニャク地区以外では地滑りの活動は活発ではない。ペトロバラディンはペトロバラディン区の中心地とされている。 2002年に、ノビサドの行政上の地位が変更されたことにより、ノビサド市は2つの区に分けられることとなり、ペトロバラディン区とノビサド区が形成された。1980年から1989年までの間、ノビサド市は複数の自治体が合同して形成されており、ペトロバラディンは同市を構成する自治体の一つであった。1989年に、 のびさど市を形成する自治体が合併して、単一ののびさど自治体を形成したことにより、ペトロバラリン自治体はなくなり、のびさど自治体の一部となった。2002年、都市は複数の区を設置することと定められたことにより、のびさど市には2つの区が設けられることとなった。2007年に、都市は区を要するとするとする規定は削除され、セルビア全土で新たに20の自治体が都市となった。 しかし、2008年の新しい試験証でも2つの区の存在が明記された。しかし、2010年に至るまで実際の区による行政は行われておらず、ペトロバラディン区は名目上のみの存在であり、区役所も置かれていない。ノビサド市の行政はすべてノビサド市が担っている。ノビサド市街地の地区を表した地図。ドナウ川より南がペトロバラディン区であり、 うち緑色はスレムスカカメニツァ、赤色はペトロバラディンの市街地であるノビサド市街地のうち、ドナウガワウガンのペトロバラディン区に含まれる部分は、大きくペトロバラディン地区とスレムスカカメニツァ地区に分かれる。この市街地の他に、区には3つの集落があり、いずれも村となっている。2002年の国勢調査によると、 ペトロバラディン区に相当する地域の住民の数は3万1227人であり、うち2万4026人がセルビア人である。すべての集落でセルビア人が多数派を形成している。オスマン帝国統治時代、ペトロバラディンの住民の大部分はムスリムであり、少数のセルビア人がキリスト教徒地区に居住していた。 ハプスブルク家統治時代から20世紀前半にかけて、ペトロバラディンで最大の民族は、クロアチア人であった。現在も、ペトロバラディン市街地の中で、スタリマユルやコドグラジェトブルジャベなどのクロアチア人地区が、残されている。1821年、ドナウ川対岸から見た、ペトロバラディン1961年、ペトロバラディン地区には8408人が住んでいた。 1971年には1万477人、1981年には1万338人、1991年には1万1285人、2002年には1万3973人が住んでいた。二千五年半ばの時点での主役所の推計によると、ペトロバラリン地区の住民は一万百六十六人となっているエグジットフェスティバルは、 恒例の音楽フェスティバルであり、2000年以降、ペトロバラディン要塞で毎年開催されている。ありがとうございます。